やっぱりアウティングっていうのは当事者にとって本当に日常茶飯事というか、本当にどこでも起きてしまっていて、その大変さっていうのはほとんど知られていなかったり認識されていない。でやっぱり当事者っていうのはみんなの知らないうちに追い込まれていたりすると、で場合によっては本当に命の危険につながってしまうということだと思います。ここで一旦区切りということになるとは思うんですけど、もちろんその亡くなった A さんのこう無念というのは晴らされないんですが、少なくとも社会は少しずつ動いているし、一橋大学も含め動き出しているとは思っているので、本当にこういった事件が二度と起きないようにできることを自分もしていきたいなというふうには思っています。今回の、訴訟裁判の結果は結果だと思うんですが、一橋大学でアウティング事件というものが起きたというのは事実ですし、セクシャルマイノリティ LGBTQ に関することでは、もう一橋大学が一番進んでいるというか、みんなが誇りを持てるような、そんな大学にこれをきっかけに変わってほしいなと思います。よろしくお願いします。